驚愕の失態、政治家を辞めてほしい芸能人、有名人トップ13、芸能界にはタレント時代の知名度を活用してその後政界に進出する芸能人も珍しくありません。しかし知名度や話題性には長けているものの、政治の知識が不足していたり議員らしからぬ言動を取ることで世間からバッシングを受けて嫌われることもしばしばあります。今回は政治家を辞めてほしいと言われるタレント議員の失態を衝撃度順でご紹介します。第13位、三原純子。元女優の三原純子さんはドラマ3年 B 組金八先生の不良少女のイメージでブレイクし、女優だけでなく歌手としても活躍していましたが、その後自身が癌を患った経験から医療や介護問題への関心を強め、2010年に自民党から参議院選に出馬して初当選を果たし、これまで厚生労働大臣や環境委員長などのポストで活動されています。しかし秘書の男性と結婚してのろけアピールをするなど公私混同のイメージが定着して以来国民からは不評で、実際にネットでの発言がたびたび炎上しています。例えば X に寄せられた、こんなんが政権握ってりゃ世の中良くなるわけないという書き込みに対して三原さんは、私たちは政権握っていませんよ、笑、政権を握っているのは総理大臣だけですよと反論すると、政権って一個人が有する力なのか、それは独裁政治と呼ぶのではなどの批判の声が相次ぎました。また過去に安倍元首相の問責決議案を提出した野党に対し、愚か者の所業、恥を知りなさいと強気な発言をしたことで波紋を呼びましたが、2019年に自民党の街頭演説に登壇した際には歩道から恥を知れと大ブーイングが飛び交うほどの騒ぎになり、実際にネット上では自民党の不祥事にはおとなしい、恥を知れの意味知ってるのかこいつはなどの批判の声が寄せられています。第12位、塩村彩香。元グラビアアイドルの塩村彩香さんは数々の雑誌でグラビアを披露するほか、バラエティ番組では明石家さんまさんの寵愛を受けていましたが、その後放送作家としてのキャリアを経た後、2013年にみんなの党から東京都議会選に立候補して初当選し、現在は立憲民主党所属で参議院議員を務めています。そんな塩村さんはジェンダーや性被害に関する活動を積極的に行っていますが、2022年にセクシービデオの出演女性を守る意図で成立させた AV 新法はセクシー女優たちが守られるどころかかえって仕事がなくなる事態に追いやり、現場の意見を無視した自己満足の法案だとして塩村さんの X のアカウントが炎上するほどの騒ぎになりました。実際にネット上では、塩村彩香 AV 新法といい本当にろくなことしないな、 AV やホスト業界の人に恨まれて刺されたとしても自業自得って世間は思うだろう、政治を語らず風俗ばかり得意げな政治家、こんなやつは税金の無駄遣いなどの批判の声が寄せられています。また塩村さんもかつてはグラビアで男性ファンから支えられていたにもかかわらず、政治家になった途端フェミに傾倒していることに不満を持つ意見も見受けられます。第11位、橋本聖子。スピードスケート自転車競技選手の橋本聖子さんは高校1年生で世界選手権の日本代表に史上最年少で選ばれ、4種目完全制覇を達成するなど華々しいキャリアを築いていましたが、1995年に自民党から参議院選に立候補して初当選。当初はスポーツ選手と国会議員の二足のわらじで活動していました。しかし2023年に自民の裏金問題が浮上すると、1000万円を超えるキャッシュバックを受けた議員の一人に橋本さんが含まれていると発覚したことで国民の顰蹙を買いました。この不祥事を受けて橋本さんは非常に反省をしており、国民の皆さんに政治不信を招いてしまったことに対し心からお詫びを申し上げたいと陳謝した上で、裏金という認識はなかったと弁解し、1年間の党の役職停止という処分が下されました。しかしネット上では処分が軽すぎるという意見が殺到しており、お辞めくださいと国民は言っている、あなたは犯罪者だからお詫びする暇あるならさっさと税務署行くか出頭しろなどの批判の声が寄せられました。第10位、朝日健太郎。元ビーチバレー選手の朝日健太郎さんは2度のオリンピック出場で話題を集めましたが、現役引退後の2016年に参議院選に立候補して初当選。現在は第2次岸田内閣にて環境大臣政務官に就任しています。しかし2016年から2019年までの24期と
2019年から2022年までの25期において、国会で一度も発言していないという国会会議録データが SNS で拡散され、立憲民主党の蓮舫さんが引用リツイートしたことで波紋を呼び、ネット上では、本会議で発言ゼロってイメージキャラクターだったのかな、スポーツ推薦枠みたいなものなので数合わせみたいなもの、などの辛辣なコメントが寄せられました。そんな朝日さんが2022年に参議院選の東京都選挙区で、トップの票数で当選が決まると国民からは、ちょ、東京都民、大丈夫。一度も発言しない朝日健太郎が当選する。日本はこれでいいんですかね、などの政治に対する不信感を訴える声がネット上で多数寄せられました。第9位、丸川珠代。元テレビ朝日アナウンサーの丸川珠代さんは、国内での活動を経た後、ニューヨーク支局に駐在していましたが、2007年に勉強会で知り合った安倍元首相の意向を受けて参議院選で初当選し、その後第二次安倍内閣で厚生労働大臣政務官に任命されました。そんな丸川さんはかつて民主党政権時代に子ども手当の法案を可決させた民主党に対して、所得制限がなくばらまきにつながるという理由で愚か者めがと発言して波紋を呼びましたが、2024年に丸川さんが自民党の裏金問題において700万円を中抜きしていたことが発覚すると、過去の愚か者めが発言が特大のブーメランとなり、ネット上では民主党政権の子ども手当を叩いた人はこそこそと裏金作り、この愚か者めが、などの批判の声が殺到しました。中抜き問題に関して丸川さんは、資金は自分の口座で管理していたと、もっともらしい主張をしたことで火に油を注ぐ結果になり、それって自分のポケットに入れたのと同じ行為でしょ、犯罪ですよ、一般人が同じことを企業でやったら逮捕では許されていいのか、などの厳しい意見が今もなお寄せられています。第8位、須藤元気。元総合格闘家の須藤元気さんは、現役引退後は俳優やダンスユニットなど幅広いジャンルで活動していましたが、その後大学院で政治を学んだことがきっかけとなり、2019年に立憲民主党から参議院選に立候補して初当選を果たしました。ところが当選翌年の東京都知事選で別政党の令和新選組の山本太郎さんを支持したことで、あっという間に立憲民主党を離党することになり、その後は無所属で議員活動を続ける傍ら、コロナワクチンの陰謀論に染まり、反ワクチン、反マスクの団体と関係を深めたことで、ネット上では須藤元気は陰謀論者なので都知事選に出たら全力で落とす必要がある、勘違いして政治家になりたがる典型、何の実績もない上に感情で動くタイプとか、議員に一番いらないタイプ、などの批判の声が殺到しました。また議員としての実績はほとんどなく、責任を投げ出して離党した人物の政治信念は信用できないという指摘があり、一度やらせてダメだった人物にもう一度チャンスを与えるほど政治の世界は甘くはないという辛辣な意見も上がっています。第7位、青木愛。元タレントの青木愛さんは、深夜のお色気番組でリポーターとして活動した後、2003年に衆議院選に立候補して初当選し、現在は立憲民主党で国土交通委員長を務めています。そんな青木さんは過去に小沢一郎氏の政策秘書の男性との不倫疑惑がスクープされ、さらには小沢一郎氏とも2人で会って手をつないでいる姿が報じられ、不倫の三角関係と話題になりました。青木さんは取材に対して知りませんの一点張りでしたが、その前年には同じ政策秘書の男性から寄付を要求され、青木さんが参議院議員当時に代表を務めていた民主党の支部へ送金していたことが発覚していたため、政治活動において私的な感情が働いているのではないかと問題になりました。これらの報道を受けて多党区議からは、地元ではほとんど活動していませんね、行事に顔を出すことはなく代わりに秘書や代理の人が来ています、しっかり仕事をしてほしい、などの不満の声が上がり、また青木さんの行動には不可解な点が多いため、国民からも小沢一郎の愛人終わっている、立憲が自民党の裏金をごちゃごちゃ言ってるけど大差ないだろ、などの批判の声が上がりました。第6位、松野明美。元マラソン選手の松野明美さんは、過去にソウルオリンピックに出場するほどの実力者でしたが、現役引退後の2010年には熊本市議会議員に立候補して当選し、2022年には日本維新の会から参議院選に出馬して当選しました。
そんな松野さんは2016年に県議会本会議を体調不良という虚偽の届けにより欠席して大阪府で講演を行っていたことが発覚し、さらに同年にはまたしても熊本地震に関する県議会臨時会を欠席して東京都の人権啓発のイベントで講演を行っていたことが発覚しました。この不祥事を受けてネット上では、誰が見てもすぐバレるとわかる嘘をつくとこが怖い、お腹が痛いから学校を休むと言って部屋でゲームしてる小学生みたいなどの批判の声が殺到しました。こうして嘘つきのイメージが定着した松野さんが、福祉の充実に取り組むというスローガンを掲げて日本維新の会から参議院選に出馬すると、福祉を削りまくった維新から立候補してる時点で嘘つき、血税泥棒ババアじゃなどの批判の声が寄せられました。第5位、中条きよし。昭和を代表する歌手の中条きよしさんは、これまで数々のヒット曲を飛ばし日本レコード大賞を受賞するなど華々しい経歴を持っていますが、2022年に突如日本維新の会から参議院選に立候補して初当選を果たしました。政界進出後も芸能活動を継続していましたが、同年の文教科学委員会で突如最後になりますがと切り出した上で、自身の新曲とディナーショーについての宣伝を始め、それが商業的な内容で不適切との指摘を受けたことで中条さんには厳重注意処分が下されました。この報道を受けて過去にも中条さんは情報番組に出演した際に、元 TOKIO の山口達也さんが女子高生に強制わいせつを行った事件について、女子高生が自宅に行かなきゃいいじゃないと発言して炎上していたことが掘り返され、ネット上では悪気がないゆえにどんなに炎上しても自分が悪いとは全く思っていない、今の時代に合ってない老害は政界に進出するべきじゃないなどの批判の声が殺到しました。また2024年には知人に現金1000万円を貸し付けた際、年利 60% の高利貸しをしていたことが発覚し、辞職のほか出資法違反の罪に問われる可能性が浮上しています。この度重なるスキャンダルによりネット上では、牛島清即刻議員辞めろ、国民をなめるななどの怒りの声が寄せられています。第4位、生稲晃子。元おにゃんこクラブの生稲晃子さんはアイドル時代はトップの人気を誇るほどの活躍ぶりでしたが、その後2022年に自民党から参議院選に立候補して初当選し、安倍元総理が最後に見出した国会議員として話題になりました。しかし出馬当時から NHK が候補者向けに行ったアンケートをほぼ無回答で提出したり、参院選当日に全テレビ局のインタビューを断るなどし、その理由が国会議員としての資質、勉強が圧倒的に足りていないという理由だと暴露されたことで、ネット上ではよく勉強してから政界にお入りくださいと突っ込みたくなる、知名度だけで仕事ができない、していないなどの批判の声が殺到しました。また参院選公示直前には旧統一教会の関連施設を訪問していたことが明らかになり、それに対して生稲さんは、熱くて顔を直すこととか自分が何を喋るか間違えないようにきちっと話さないといけないとかで必死でした、いつもそんな感じの移動なのでその時も見ていなくて知りませんでしたと化粧に気を取られていてわからなかったと弁解したことで、ネット上ではもうちょいマシな言い訳しろや、化粧を気にして周りを全く見ていないというのはありえない、担ぎ上げられただけのタレント政治家辞めるべきなどの批判の声が寄せられました。第3位、山本太郎。元俳優の山本太郎さんは東北大震災をきっかけに反原発の理念を掲げるようになり、2012年に衆議院選へ出馬した後、現在は令和新選組の党首として活動をされています。しかし当時から東北大震災で勃発した福島第一原発事故に関して、高濃度の汚染物質が空から降ってくる、給食を食べると被爆するなど科学的根拠のない発言で国民の不安を煽っていたため、歩く風評被害の異名がつけられています。また2023年の入管難民法改正案の採決時には委員長席に飛びかかるなどして2人の議員に怪我を負わせたり、2024年1月に能登半島地震の被災地を訪問した際には炊き出しのカレーを食べた写真を SNS に投稿したことで迷惑系国会議員という汚名とともにバッシングが殺到しました。そんな山本さんは次の首相になってほしくない政治家ランキングで圧倒的な票数差で1位になるほど国民から嫌われており、実際にネット上では能登の地震でもそうだったが、
言動が目立ちたいだけのパフォーマンスでしかない。とにかくずれまくっている。こんなのが首相になったら日本は破滅する。などの批判の声が寄せられています。第2位、蓮舫。立憲民主党の蓮舫さんは、グラビアタレントを経て2004年から政治家として活動していますが、過去に障害児を育てる野口邦子元少子化担当大臣に対して、あなたは障害児を育てている親の気持ちなんて全くわからないような人ですからねと侮辱して以来、その歯に気抜きせぬ物言いがたびたび炎上を招いています。実際に高卒を差別するような発言をしたり、また東北大震災の際には襟を立てた作業着で官邸入りし、非常時でもナルシストを発揮する人間性が国民の反感を買いました。そんな蓮舫さんは国会では上げ足取りの討論ばかりして、国益にならないことばかりしているとバッシングが殺到しており、そうした人間性が原因で実子である長男からは絶縁されています。長男の村田凛さんは幼い頃から母の意見が全てだったと明かした上で、母親が上げ足取りの討論ばかりしていることに憤りを感じ、政治家の息子という宿命から逃れるために決別したと語っています。そして2022年には母親である蓮舫さんと対立する自民党に入党し、一説では自民党の黒幕といわれる大物実業家の養子になったと言われています。蓮舫さんは過去にベストマザー賞を受賞し、政治活動でもママフェストと称して子育て支援や少子化対策を積極的に行っているにもかかわらず、実施に絶縁されていることからネット上では、他者の問題は舌鋒鋭く責めるくせに自らの問題には知らん顔する、子供に決別された政治家なんて信用できない、などの批判の声が寄せられています。第1位、今井絵理子。アイドルグループスピードの今井絵理子さんは、グループ活動休止後はシングルマザーとして活動し、その功績が認められてベストマザー賞を受賞した後、2016年に自民党から参議院選に立候補して初当選を果たしました。しかし当選直後の2017年に妻子持ちの橋本健元神戸市議と新幹線で手をつないでいる様子が週刊誌にスクープされて不倫が発覚。当人は一線は越えていないと弁解していましたが、その後2018年には正式に離婚した橋本市議との交際を宣言し、臨時国会の会期中にまたしても二人で仲睦まじく新幹線に乗る姿が報じられ、議員職をボイコットして仰せを繰り返しているのではないかと国民からバッシングが殺到しました。また2023年にはフランス研修においてエッフェル塔の前で記念の集合写真を撮ったり、観光旅行のような写真を SNS に投稿したことで炎上し、ネット上では血税を使って観光か、無駄な税金使いたくないので速攻やめてください、フランス研修の説明しろ、いつまで逃げ続ける気や、などの批判の声が殺到しています。そんな今井さんの議員ホームページには Hear the voice というスローガンが掲げられているため、有権者の声がちゃんと耳に届いているのかと疑問視する指摘が上がっています。いかがでしたか。芸能界にはタレント活動を経て政界に進出した芸能人が多数存在しました。もともと知名度があるため立候補時は話題になるものの、実際に政治家として活動を始めると脇の甘さがあらわになり、一気に国民からバッシングを受ける例も珍しくありません。有権者の投票のもと政界に進出し、国民の税金で活動しているため、これ以上政治家らしからぬ言動は控えてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。